デュオミュージックエクスチェンジチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。TMC でーす。はい、ということで今日はついにやってまいりました、ライブ2021スマッシュプラスです。イエーイ。イエーイ。イエスです。どう気持ちは？すっごい楽しみ。声小さいネタさ、本番まで撮っとけって。あれあれ、出すやつじゃないよこれ。あの、もう始まる前にね、この動画上げていただけるってことなんで、ね、まあぜひね、そのなんかスマッシュプラスの告知じゃないですけど、こういうところ見てみたいな、なんかある？でもさ、久々に有観客でのライブだから、そうだね、緊張もあるけど、みんな楽しみではあるよね。ああ、じゃあ見どころっつってのに俺らの楽しみを伝えちゃった。見どころですか？かわいいね。これがね、1年7ヶ月ぶり感があるね。かわいいよこの子。でもあれ5人でのライブだから、うんうん、またそこが5人ならではのパフォーマンスの仕方とか、うん、コンビネーションを見ていただけたらいいなと思います、うん、新しくなってるところ多いよね。今までの既存曲でも結構いろいろ変わったりとか、あと歌割りとかもね、もちろんね、新曲初めて披露する曲もたくさんありますので。あれだ、それ何持ってるの？気づきましたでしょうか？何持ってるの？お気づきいただけただろうか。お気づきいただけましたでしょうか？こちら新しい、ペンライトになっております、はい、今までの形とね、結構変わって、すごいこう、あの、今回のスマッシュのね、ロゴも入っててすごい、ね、可愛いですよこれ。綺麗ですね。見えますか？見えますか？はい、桜です。おお、桜を見せる。いろんなメンバーの色もあるけど、このこれもあるんですよ。白。これ何の色？これ何？ TFG 全体の色みたいな。箱押しの色だよ。箱押しみたいな、ね、はい、あるね。箱押しの方は白にしても全6色をうまく使い分けてほしいですね。そうですね、はい、だからみんなもう、あ、ソロだってなったらこのあ、レオカレオカ、あ、そう、あ、全員全員、うん、ね、とかね、皆さんぜひね、あの、こうやって遊んでいただければいいと思いますね、はい、はい、まあ、歌ちゃんと中心に聞いてもらうと思います。これに集中して全然聞いてないみたいな。そうね。はい、タオルも新しくなってますよ。あ、そうだよ。可愛いよね、今回色合いが。これね、はい、俺らがこうどうするって、その色とかデザインみたいなものをちょっとね、制作段階から関わらせてもらったりしたんで、ね、意見が分かれてね、決まりませんでした。そう、ね、はい、まあ俺は突き通したけどな。いや、俺は俺が確かにね。いや、可愛いよ、でもめちゃくちゃ可愛い。見えますか、この色合い、どうですか？あ、しょうがない、じゃあちょっとみんなに買ってほしいから一瞬だけ見せるね。いいよ。はい、オリオッケー。もうちょっと今開いてなかったから何も見えてない。真っ白。気になる人はあの、手に取ってみてください。はい、さあ、まだ見れるチャンスは残ってるのかな。はい、当日券がございますので、イエッ、おー、はい、うわ、ぜひ、明日、はい、京都、明日も見に来てください。そうだね、もう蔦屋に行った際はそのままついにこっちまで来てもらってね。なんで蔦屋なんだろう。結構な距離あるから蔦屋寄って、あ、じゃあ行こうかなってならないけど、なったらいいね、なったらいいね、そうだったらいいね。まあね、僕らね、あの、必死にリハを重ねていきまして最高のパフォーマンスしたいと思うので、楽しみにしていてください、はい、それでは以上、TMC でした。バイバイ。